皆様こんにちは大紀元ニュースです太平洋の島国フィジーで先日台湾の操縦説建国記念祝賀行事が行われましたこの時中国大使館職員が立ち入り退去を求めた台湾駐在所職員に暴力を振るいました中国大使館職員は外交特権を理由にフィジー警察の捜査を拒んでいます ニュージーランドのメディアが10月19日に明らかにしました。式典は首都スパにあるグランドパシフィックホテルで開かれました。このイベントに中国大使館職員2人が立ち入り、許可なく会場などを撮影しました。台湾駐在所職員は声をかけて退出を求めましたが、これを拒否し職員を殴りました。 暴力を振るわれた職員は頭部を負傷し病院に搬送されましたフィジーの警察が現場に到着すると中国大使館の職員は外交特権を理由に捜査を拒否しましたしかも台湾の職員から暴力を振るわれたと逆上したといいますニュージーランドのメディアアジアパシフィックレポートの報道によると フィジーの台湾駐在事務所は、事件を台北中央政府に報告したものの、表沙汰にしませんでした。報道の後、台湾外務省は19日、事件について中国側に抗議の意を示しました。王港安外務省報道官は、フィジーの中国大使館員の行動は、「法の支配と文化的規範に重大な違反を犯している。」と述べました。 人政務次長は日本院外交国防委員会に出席し中国の非理性的な行動に抗議すると述べました騒動について公開しなかったのは事情の確認のためだったと説明しました台湾のプレスリリースによると 10月8日首都スパにあるグランドパシフィックホテルで式典は開かれ台湾駐在代表シンシア・ライシらが講演しフィジーにに対する農業や医療などの分野に協力ししていくと述べました。式典には100人以上の現地要人や国際機関の関係者が出席したと発表されていますが当時発表したプレスリリースには騒動について書かれていませんでした。 フィジーは中国と正式な外交関係を結び両国は頻繁に連絡を取っていました2019年中国政府はフィジーに圧力をかけて台湾政府の許可なく駐在事務所の名称を中華民国フィジー貿易使節団からフィジー台北商業事務所に変更しました台湾外務省は非難しましたがフィジー政府からは明白な回答が得られていません 中国フィジー大使館によるとこの台湾操縦説のレセプションのわずか6日前の10月2日駐フィジー中国大使であるセンハ氏は中国共産党体制による人民共和国の建国を祝う式典を高官で開催しフィジーのジオジコンロテ大統領ボレンゲ・バイニ・マラマ首相らを迎えています。また、中国大使館は19日に声明を発表し、 台湾の建国記念式典は、一つの中国、一つの台湾を作り出そうという国際的な動きであり、一つの中国の理論に重大な違反をしていると批判しました。アジア・パシフィック・レポートの記事を執筆したグラブシート・フィージー氏は、過去、フィジー政府の主要なコミュニケーションアドバイザーを務めたことのある受賞歴のあるジャーナリストです。 同氏は、今回の中国側の動きは、台湾侵略の脅しを含めた世界的な攻撃パターンの一例であると指摘しました。どんなに小さな国であっても、中国の援助がどれほどのものであっても、フィジーでの不法行為を許すことはできないし、許されるべきではないと書かれています。